有明コロシアムのファンの皆さんの前でその自らの意思を告げました。驚いてあっけに取られるファンの姿も数多くありました。ただこれは一人の男の決断です。そしてこの第2試合、この力王と戦いを共にし、あるいは対角線に立った男たちが今このグリーンのマットに集まります。もうすでにその目が潤んでいます。ディスオベイとしてこの力王と共に戦いの道を歩んできましたモハメド・ヨーネ、今固く抱き合います。戦いを前にしてもうすでにその目には光るものがあります。その力王の目にも今涙が光ります。かつてこのテーマが流れた時にはあの力王が小橋健太を破り CH ヘビーシングルのベルトを手にし初防衛の相手となった男です。2005年4月の日本武道館で激しくぶつかり合ったその相手こそがこの斉藤章俊です。強靭な肉体をぶつけ合い、そしてしのぎを削り合った男同士だからこそ分かり合える、そんな空間がこの2人の中にはあったはずです。今力王の前に斉藤は等しい、ただその距離を縮めることはありません。力王のプロレス人生を振り返るときに森島たけしとのワイルド2、そしてその2人で掴んだ GHC タッグのベルト、その歴史を抜きに語ることはできません。森島力王のワイルド2が初めてあのノーキアを破った日本武道館、2002年の2月でした。その年の4月に名古屋で初防衛を行い、続けざまに2日連続の防衛戦、舞台はここ有明コロシアム、新日本プロレスの中西学、そしてこの吉江豊でした。まさに巨体がぶつかり合う音はこの有明コロシアムの天井を揺らしました。今反対側のコーナーに吉江豊、ただやはり意識はあるでしょう、勢いに目は合わしません。今日有明コロシアムに集まっているファンの皆さんが久しぶりにこの曲を耳にして、徐々にその記憶を蘇らせているところでしょう。相撲界からプロレス界に身を投じ、共に頂点を目指した心強きパートナー、それが森島たけしでした。共にたけらけしい、その森島たけし、力王たけし、ワイルド2が一つの力となってこのノアのマットのタッグの頂点にも立ちました。先日のグローバルリーグ戦で頂点に立った森島たけしがその大きなトロフィーを手に今リングに向かってきました。タッグで共に成長し、そして森島は一人立ち一本立ちしてグローバルリーグ戦を制しました。そのトロフィーを預け、さあ今固い握手を交わしました森島たけし、力王たけし、ワイルド2の2人です。共にノアの若手としてトップ戦線に食らいついていく、そんな姿がありました。今森島そして力王、2人がこのトロフィーを前にして固く握手を交わしています。また新しい涙が力王の目からこぼれました。第2試合の30分日本勝負タッグマッチ、斉藤章俊モハメド・ヨネ組対森島たけし吉江豊組です。さあ4人の選手がリングに揃いました。そして今放送席にこの引退の挨拶をされました力王たけしさんが今放送席に向かいます。
マイクをつけていただき次第この放送のゲストとして加わっていただきたいと思います。30分の一本勝負、今ゴングが鳴りました。さて今放送席力夫さんが付きになりましたが、まあ、ひとまず今マイクで、ファンの皆さんに報告をされました。はい、心境をちょっと聞かせていただけますか。そうですね、まあ、やっぱり複雑な心境ですね。やっぱ一番いいのはね、ちゃんと復帰して、元気な姿を見せたかったっていうのが気持ちの中ありますから、それができなかったっていう悔しさありますね。はい、1年半に及ぶリハビリが続いたわけなんですが、はい、やはりその首ですね、思ったように戻らずという、そうですね、まあ、本当に慢性にしても何をしても良くならない状況だったので、まあ、やっぱり、きついかったですね。はい、相撲時代からの様々なダメージも当然蓄積された中ではあると思うんですが、はい、そうですね。ただ今まずこの4人の中では先にモハメド・ヨネがリングに上がって、はい、もう花道から涙で顔がぐちゃぐちゃになってましたが、この4選手の入場する姿を見るリング上での心境というのをもう一回聞かせていただけますか。でも本当に、ありがたいというか、本当にね、ヨネさんなんかね、もう入場から泣いてきて、俺も泣くつもりじゃなかったんですけど、はい、挨拶の際には笑顔を交えたお話方だったんですが、やはりかつて戦った、そして共に組んだ、もう同志ですからね。そうですね、はい、今そのヨネであり、あるいは対角線にはワイルド2森島選手もいます。はい、力夫選手としては当然こういった選手たちが今後も活躍することを祈る立場になると思うんですが。そうですね、もう本当にこれからのね、まあ、ノアのみならず、ね、プロレス界を本当に引っ張っていく、人たちだと思うので、本当に怪我なく頑張ってほしいなと思っています。そうですね、はい、まあ、プロレスラーに限らずこの格闘技を行う選手にとっては怪我はつきものではありますが、この選手たちが果たしてまた今後どういう活躍をするかというのも力夫さんにとっても楽しみになってくるところでしょう。はい、さあ今吉江がコーナーに連れて行きまして、森島がリングの中に入りました。さて力夫さん、この森島が非常に過酷なリーグ戦のグローバルリーグ戦を制しまして、はい、トロフィーを持ってきてくれましたね。そうですね、本当に入った時からね、僕なんかはもう、もうお世話になって、なんていうんですかね、やっとなんかこう本来ね、持ってる力がやっとなんか爆発したというか、はい、なんかそんな気がしますね、今回のリーグ戦なんか。力夫さんと森島さんが組んだワイルド2というのは本当にもう上野選手をどんどん倒していこうという意気込みに溢れてましたもんね。はい、そうですね、やっぱあの頃はもう僕も、ね、入ったばかりでしたから、お互いにどんどん行こうという気持ちが強かったですからね。はい、大きな体を誇るその森島、そして力夫さんの2人のコンビというものはタッグのベルトも取りました。そしてこういった今斉藤との激しいぶつかり合いというのも、もう力夫さんもまさにこういった戦いの中にいたわけですからね。そうですね、このショルダータックルです。そしてこのマハシゲリ聖剣突きが入り、斉藤はかかと落とし、強烈な一撃に入りました。斉藤は人として言いますと、力夫さんの GHC のタイトルを取った初防衛戦の相手というね、はい、思い出も深いんじゃないですか。そうですね、いろいろなところでタッグの時も、はい、斉藤さんとね、斉藤さんに怪我を負わせてしまった試合もありますし、仙台でしたかね。はい、だから、はい、まあ、常日頃から斉藤さんもね、声かけてもらって、よくしてもらいましたから。そうですか、思い入れもありますね。今力夫さんの目の前で激しいぶつかり合い、場外戦を展開しています。ヨネが加わって抑えます。斉藤が距離を取りました。おっと、ラリアットです。森島がちょっとこれは呼吸が止まったでしょうか。強引に今度は斉藤がリングの中に戻しました。エプロンサイドの攻防になります。これは投げるか、さすがに森島を投げるのは簡単ではないでしょうが、うわー、しかし DDT の要領でこの頭を突き刺していきました斉藤は等しです。森島が今攻められてはいますけれども、森島と組んでベルトを取って、ノーフィアからベルトを取った、もう今から9年前ですか、2000年になりますけどもね、はい、振り返ると本当に大きな試合でしたね。そうですね、本当に僕たちにとってもね、本当に、まあ、最初のなんですかね、転換点というか、はい、本当に大事な試合でしたね、あれは。そうですね、はい、あの時は確かメインイベントは小林選手の伏線だったんですが、セミファイナルでベルトを取って、はい、日本武道館が大変な盛り上がりになりました。そうですね、本当に
あの時は嬉しかったですね。そうですよね、一つベルトを取って上の選手を送っていこうと共に戦ったのが、まあ、共に同じ名前のたけしという名前を持ちます森島たけし、力王たけしの2人です。ただ今のこういった序盤のぶつかり合いなどを見てましても、本当にこのヘビー級選手たちのぶつかり合いというのは本当に激しいですから、力王さんもあのリハビリをする上ではこの戦いの場に戻れる体を作っていかなければいけないというその高いレベルの目標があったわけですよね。そうですね、やっぱりやるからには復帰するからにはという気持ちはありますから。そうですね、はい、改めてそのご挨拶の内容を振り返ることになりますが、やはりこの戦いのレベルに戻っていくことになかなか道が開けなかったというところですかね。いや、まあそうですね、ただ現状としましては、まあ、そのプロレスをやるという前提のレベルではないんですよね。現状としては本当に、まあ、人としてのその何ですかね、日常生活というんですか、それをまあ本当にキープ していくということが今のとりあえずの目標というのが状況なの で、 で、ね、あのレス、まあね、レスリングをするという話はもうされなかったですね、医者からは。頸椎ヘルニアのため1年半に及ぶリハビリを経て、改めて自ら区切りを今日のリング上の挨拶で力王さんはつけました。やはりそれだけの戦いをこのリングの中でプロレスラー、もうこれはもうヘビージュニア関わらずということでしょうね。そうですね、それだけの戦いをリングの中にしています。まあ、そう考えますと今日は丸藤直道が同じように首の怪我から復帰戦を行うわけなんですが、はい、やはり丸藤の決意というものもそれは強く感じるでしょうね。そうですね、やっぱり丸藤選手の状況も分かってますから、はい、本当に、まあ、またね、悪くならないことを願うばかりですよ。そうですね、はい、自らが杉浦隆とのシングルマッチで今日は丸藤が復帰戦を希望しましてリングに帰ってきます。さあ、米とそして森島、ともに力王さんとタッグを組んだこの2人、ラリアットの打ち合いになりました。至近距離ラリアット、米も胸を痛めていますが、ラリアット森島迎撃。まあこの森島と力王さんが組んでいたわけですから、もうそれは強いはずです。強力なタッグでした。ワイルド2吉江です。距離を取ってもう1回対角線、吉江が走ってまだまだと胸を痛めているようには、これはたまったものではありません。150キロ顔面。この吉江とは森島さん、あの名古屋有明2夜連続の防衛戦もね、太鼓のベルトをかけて戦いましたからね、はい、大きな選手ですよね。そうですよね、しかも大きいんですけど、こうなんていうかね、締まってるんで、あ、はい、硬いんで、あ、なるほど、肩太りなんで、なんですよね、はい、やっぱりダメージとこっちに来る圧力ってすごいんですよね。あ、そうですか、はい、そしてこれだけ動けるというのもやはり吉江は脅威です。この至近距離、正面からのボディアタック、胸を痛めているようなにはきつい。ボディプラス絶対重、足をジタバタさせながらなんとか米が肩を上げました。あれだけのぐるぐる巻きのテーピングですから、相当状態が悪いことはもう見てわかるんですけれども。そうですね、まあ良くないですね。そうでしょうね、はい、顔面を張りました。さあ、ただグローバルリーグ戦も戦いできました。ああ、ブレンバスター、米が投げ返しました。150キロを切り返しました。そして斉藤は一シングの中、かかと落とし、斉藤は一つです。ブロックして投げるかと逆に返り討ち。ただ斉藤は一つにとっては今日は力王さんの引退もそうですが、先日急死しましたバイソンスミス、共にタッグのベルトを巻いた中でもあります。特別な思いを今日この斉藤は一つは持っています。バックリバッター、投げるか投げるか、おお、投げ捨てた、鮮やかに投げました。さらに握った斉藤は一つ、ラリアット打ちました。カバーに行った、足もがっちりカバー、2カウントです。大会前の10カウントゴングの後、在りし日のバイソン・スミスの映像を見た際には斉藤明人の目からも涙がこぼれました。改めて今日のリングに立つ斉藤明人、その気持ちを新たにしているはずです。さあ、森島コーナーに立ちます。ニュートラルコーナー、背を向けている斉藤、こちらを向いた瞬間に森島ミサイル発射。さあ、森島が
捉えた、斉藤捉えて、いやエルボー落としていきます。おっとチョップで、さらに森島投げる。グローバルリーグ戦優勝の森島武史を今斉藤そして米の2人が捉えます。30分日本勝負は10分経過。ダブルの攻撃、ハサミ打ち、ラリアット、前から後ろから打ちました。そして後ろから吉江を米が分断します。斉藤明俊が狙っているのは何か、すでにラリアットは打っている、距離が近い、ロープに走る、ラリアットで倒していきました。肩が上がりました。さあ今シラッとこの有明コロシアムの天井を見つめました斉藤明俊。さあクローだ、アイアンクローで抱え上げて、バイソンに捧げるアイアンクロースラム、肩を上げました。やはり斉藤の中にはその意識がありますね。そうですね、やっぱり思いを込めて今日戦ってますよね。そうですね、はい、さあシンクルデスを狙う天に、あと今ブロックしました森島、ラリアットを打つ。対する森島には今日引退を発表しました生きよさんへの思いが当然あるはずです。さあ空から吉江が降ってくる、ヨネがカットに入ります、カット間に合いました。そしてこのヨネもそして森島も生きようさんへの強い思いがあるはずです。ラリアット強烈にしました。さらに雄たけびを上げる、あの生きようさんと歩んだ若い日が今森島の脳裏に巨大しているかもしれません。共に駆け上がった階段、上り詰めた頂点、ラリアット連発連打森島、肩を上げる両者の思い、その思いに大きさに違いはありませんが、バックに回った森島のバックドロップ、この技とともに、そして力王さんとともに森島は頂点に立ちました。第2試合、今日は放送席から力王さんが見つめる前で今これだけの喜びを表すのは力雄さん、はい、そうはないと思うんですけれども、そうですね、やっぱり戦いプレミアでやっぱり僕もあの頃思い出しましたね。そうですか、はい、本当に若い頃、あるいはもういろんな不安もあった中だったと思いますけれども、はい、一緒に駆け上がったパートナーですもんね。そうですね、はい、共にパートナーとしての強力なタッグを組んだ2人が、あ、今森島が放送席です、固い握手を交わしました。今聞こえた言葉は短かったんですけれども、どうですか、その手から伝わってくる森島の思いというのは。いやもう本当に気持ちはね、気持ちは僕はもう痛いほど分かってますから、あの人の気持ちはいつも気にかけてくれますから、ね、休んでる間もずっとね気にかけてくれます。あの生きよさんの中にも言葉にならない、あ、ただ今リングの中で涙を流す斉藤、そして米、バイソンに対して、あるいは力雄さんに対して、いろんな思いが去来するでしょう。放送席の前、斉藤はもう一目散に、そして今、ヨネが椅子を出ると共に戦った力雄さんに行きます。力雄さんへ、あるいはバイソンへ、各選手にいろんな思いがあった中での、改めて今日の戦い振り返って感想を聞かせてください。